15分ぐらいで大体わかるマイナー兵器解説始まるよ。今回はダグラス最後の戦闘機 F4D スカイレイを解説するよ。日本だとプラモのイメージぐらいしかないけど、設計にはデルタ翼の父ことリキッシュ博士とメキしか作れないリアルチーとことハイネマンが携わったすごい機体なんだ。もっとも同じデルタ翼かつハイネマンが設計した A4 の影にうずもれてるけどね。それと注意事項だけど、1962年の機体名統一の影響で62年以降は F4D から F6 へと形式番号が変わっているから気をつけてね。さて、時は1940年代後半、ダグラス社はデルタ翼の研究を進めていたよ。というのもアレクサンダー・リキッシュ博士を通じて、彼が戦前から研究し続けたデルタ翼に関する資料や実験データが提供されたんだ。これによりダグラス社内ではデルタ翼が有望視され、優先的に研究されていくよ。そんな中、1947年1月にアメリカ海軍は艦上迎撃戦闘機の公募を開始し、ダグラス社は D571 設計案を提出。見ての通り、大戦末期ドイツの未完成機の影響を強く受けているね。というか英語版ミキによると、リキッシュ博士が提供した資料を参考にしたという記述があるよ。この設計案を海軍は気に入り、1948年にはスクランブル発令から5分で高度5万フィート、約1万5000メートルを飛ぶ敵機を迎撃できる能力を要求し、開発継続を指示するんだ。ダグラス側は設計主任にエド・ハイネマンを任命。ハイネマンは D571 案の設計を手直しし、最終的に D571-4 と呼ばれる設計案をまとめ上げ、これが採用されるよ。1949年12月には2機の試作機が発注され、1951年1月には試作初号機が初飛行に成功。1954年には量産型初号機も初飛行するんだ。だけど搭載予定だった J40 エンジンが予定出力が出ないばかりか、飛行中でも簡単に壊れる粗大ゴミなことが判明。どれくらいひどかったかというと、このエンジンを積んだ F3H-1 ディーモンは殺人機と呼ばれ、製造メーカーのウェスティングハウスの航空機エンジン部門を事業撤退に追い込むほどだったよ。ハイネマンは設計中に J40 の開発遅延と悪評を聞いたため、J57 エンジンに換装できるようあらかじめ設計してたけど、 J57 エンジンも開発遅延をやらかすんだ。結果38機もの量産型がエンジン2搭載で完成。そのため運用開始が1956年4月にずれ込み、翌年には F8 の収益も相まって陳腐化してしまったんだ。ちなみにスカイレイの開発期間中、ハイネマンは E3 スカイウォリアーと A4 スカイホークの設計主任に任命され、両機とも1956年から部隊配備が始まるよ。時系列で見ればスカイレイとスカイウォリアーの J40 エンジンを完走しつつ、スカイホークの設計と各種試験飛行を行ってたことになるね。さて、ここからはそんなスカイレイの性能を見ていこうか。スカイレイは全長 13.79m、 翼は 10.21m、 全高 3.96m とかなり小さめなのがわかるね。 A4 スカイホークと大体同じくらいのサイズだよ。これは少しでも上昇力を稼ぐべく小型軽量化を徹底させた結果と言えるね。ただあまりにも機体を小さくしすぎたのと、迎撃任務に特化させすぎたことが早期退役の一因になるんだ。エンジンは J57 を一機装備。これはもともと B52 用に開発された大出力エンジンで、装備機には F100 や F102、F8 などの超音速戦闘機が名を連ねているよ。これによりスカイレイは最高速度 1160km/h、 最大上昇速度 5500m/h の速度性能を発揮し、離陸から約3分で高度 15000m まで上昇できたんだ。ただしショック高温発見前の古い設計なのと、エンジン変更による弊害で機体重量が増えたため亜音速機にとどまっているけどね。それと海軍初の超音速戦闘機という話も実は誇張表現とされているよ。降下試験中に音速を突破した話が大げさになったのではと個人サイトで考察されてるんだ。作者が認知してる範囲で海軍初の水平超音速戦闘機を目指したのは F3H ディーモンだよ。 F3H は当初 F4D の保険機だったけど、 F は地重6を超える性能や全天候能力とスパロン運用能力の使用に盛り込まれ、ついでに水平超音速飛行も要求されたんだ。当然こんな後出しマシマシ仕様ではうまくいくはずがなく、 F3H も音速戦闘機にとどまるよ。話をスカイレイに戻すと、機体特性が良くも悪くも不安定だったので、パイロットからの機予報編がはっきり分かれるんだ。初飛
飛行させたテストパイロットからは搭乗拒否された一方、撃墜王マリオン・カール少佐からは、こいつさえあればミグを落とすのは数を数えるのと同じくらい楽勝だ的な賞賛をもらってるよ。なぜなら広い翼面積と小さい翼面荷重は高い機動性とロール性を発揮したけど、機体が操縦桿の動きに過敏すぎる傾向があったんだ。それに専門測域では機体はますます不安定になったという記述も見られるよ。その不安定さは機体を水平飛行させることすら難しく、どんなパイロットでも長距離飛行は非常に疲れるから嫌がるほどだったんだ。特に問題なのが着艦で、前衛スラットを装備してるものの出る多翼の特性から低速域ではかなり不安定となり、強引に着艦させる必要があるんだ。元パイロット曰く、鉛筆の上に立ってるような不安定さだったようで、映像からもかなり強引に下ろしてることがわかるね。そして FOD 最大の欠点といえるのが航続距離の短さで、航続距離は 1130km ほどしかなく、戦闘半径に至っては 370km 程度しかないんだ。当時の資料によると、ロケットポット4基装備かつ増装なしで、翼内燃料タンクに8割ほどの燃料を入れた状態だと滞空時間が59分しかないよ。そのため300ベガロン増装2つを装備するのが常態化してしまい、迎撃戦闘機としての性能がますます落ちてしまうんだ。空中給油装置も見ての通り搭載する余裕はないし、迎撃戦闘機なので給油する暇もないため、搭載は最後まで見送られるよ。固定武装には、コルトマーク12、20ミリ機関砲を4門装備。これはガス圧作動方式の機関砲で、毎分1000発の発射速度を誇るけど、信頼性と精度が悪いという問題があったよ。しかも1門あたり65発しか装填できないから、現場では機関砲を下ろす事例が多々あったようだね。パイロンは合計で7つあったけど、機体中央パイロンは後方機材装置であるナビゲーションパック専用になってるんだ。基本的に翼中央のパイロン2つに300ベガロン増装、多翼つには IM-9B サイドワインダー4発かマイティマウスロケットポット4機を装備。マイティマウスロケットは当時ですら当たるのが奇跡とさえ言われてるから、事実上の主兵装はサイドワインダー4発になるね。ただしサイドワインダーの生産開始は1958年だから、それまではマイティマスか機関砲で迎撃するしかないんだ。ちなみに爆弾とかの地上攻撃兵装は装備できないし、機体も地上攻撃に使えるほど頑丈ではないよ。最後にレーダーアリーだけど、 ANAP-950 化機関性レーダーを中心としたエアロ13化機関性装置を装備。最大の特徴は性能よりもシステム全体をモジュール化することで機体から独立させた設計思想にあるよ。これにより機体から装置全体を取り外し可能で、整備性が格段に向上したんだ。その設計思想の優秀さから、改良型の ANAP-970 には初期の F4 にも搭載されたよ。そのため F4 の機種は膨れ上がってしまうんだけどね。ここまでスカイレイを見てきたけど、その性能は初飛行当時としては画期的だけど、実用化に手間取るうちに設計思想自体が旧式化してしまったと言えるね。特に設計思想の方はスパローの実用化もあって、上昇性能よりも滞空時間を求められるようになり、滞空時間の短いスカイレイとは噛み合わなくなるよ。それに同世代機の F8 が同じエンジン積んでより高性能かつ汎用性も高かったため、スカイレイは収益からわずか10年ほどで退役することになるんだ。さてここからはそんなスカイレイの運用を見ていこうか。スカイレイは1956年4月に VC3 での運用開始を皮切りに、最盛期には11個の海軍戦闘航空隊、6個の海兵隊航空隊、3個の予備航空隊に配備されたよ。 F21C や F9F2 が FJ3FUD などを置き換え、1958年12月の生産終了までに420機が生産、1957年には週3機のペースで出荷した話も残ってるよ。パイロットからは形式番号の4と D からフォード、もしくは言葉遊びで空飛ぶ A と呼ばれたらしいね。グロスタージャベリンのような空飛ぶ鉄板という別称があったかは不明だよ。使用した航空隊の中で異色なのが VC3 で、同部隊は VFAW3 に部隊番号を変更後、ノラドに管轄が移され、サンディエゴを中心に防空任務を実施したんだ。この部隊は空軍へ管轄が移された、唯一の海軍航空隊となるよ。1962年9月に形式番号が F6 になるけど、その頃にはほとんどの装備部隊が F3H ダッシュ2ディーモン、F8 クルセイダー、F4 ファントム2へと機種転換され、第一線を退きつつあったよ。結局、1963
1958年の第二次台湾海峡危機の際に文献隊が派遣されたのと、キューバ危機以外に目立った活躍はなく、1964年2月に最後の運用部隊がファントム2に更新され、実戦部隊から退役するよう、ただし完全に退役したわけでなく、1969年まで NASA では実験機、パタク戦と、リバ海軍航空基地のテストパイロット養成所では練習機として使われたんだ。その独特な操縦特性から、テストパイロット育成には重宝されたらしいね。ここからは派生型も紹介するよ。F4D の派生型で唯一実現化したのが、1956年に初飛行した F5 ディスカイランサーだけなんだ。これは最初から J57 エンジンの装備を前提に、設計を最適化させつつ、スパローの運用能力も追加した機体なんだ。さらに機体を3メートル延長して胴体燃料タンクを追加。翼も薄くすることで高速化と空気抵抗抑制を両立し、水平超音速飛行にも成功するよ。一説によると、量産型は J79 エンジンに換装してマッハ2を目指したともされるね。ただし元となった機体が小さいため、スパローは2発しか装備できなかったんだ。それにパイロットは機体を操縦しつつ、スパローの誘導も同時に行うことになるよ。当初こそ19機もの評価試験機が発注されるも、結局4機で発注取り消しとなり、不採用に終わるんだ。不採用の理由はいろいろあるけど、開発中だった F8 がより高性能で発展性があることが決め手だったようだね。残った4機は、事故で損失した1機を除いて NASA が買い取り、当時計画中だった X20 台のソア、スペースプレインのデータ収集や、リフティングボディ機の研究機材として、1970年まで飛行を続けるんだ。ちなみにダイナソアの練習機としても使われたらしく、スカイランサーを飛ばしたパイロットの中には、アポロ11号のアームストロング船長もいるよ。最後にまとめと功績について話そうか。スカイレイは正直言うと、実用化が遅れたせいで短命に終わったと言えるね。それに加え、戦闘機という時代の変化に影響されやすい機種だったのも災いしたよ。初飛行した1951年当時、10年後に戦闘機が目視圏内からミサイルを撃ってくるなんて、誰も想像できるわけないしね。ただ機体設計は悪くはなく、むしろ初めて作ったデルタ翼機を、艦上戦闘機として実用化させたことは異業とも言えるね。なんならデルタ翼機の設計に大きく貢献したとして、1953年にハイネマン・マコリアートロフィーを受賞してるからね。この賞は簡単に言えば、空のノーベル賞だけど、たびたび計画の総責任者として社長や将軍が受賞されることも多いんだ。そんな忖度を突き破り、ハイネマンは実力で賞を勝ち取ってるから凄さがわかるよ。それにわずか2年で400機以上が生産された事実は、F8 や F4 までのつなぎとはいえ、初期のジェット艦船の後継機としての需要がかなりあったことを伺わせるね。実際、スカイレイがなければ写真のイギリス海軍航空隊のように、旧式の直線翼ジェット戦闘機を使うことになり、空母機動部隊の抑止力がかなり低下したと思うんだ。なので足的には、成功はしてないけど失敗作ではないという評価が妥当だと思うよ。今回はここまで。ダグラス社が作った最後の戦闘機だったけどどうだった？足的には、スカイレイが超音速飛行してない事実に驚いたね。ただその驚きも、ハイネマンがアラデイ3と A4 を設計し、両方とも採用された事実の前に吹き飛んだよ。ダグラスの開発体制もすごいけど、ハイネマンも十分チートだね。そんなハイネマンをもってしても、簡単にトレンドが変わって旧式化する戦闘機の設計が、いかに難しいかがよく分かったと思うよ。今回、出ばらしい情報と冗談が入り混じり、かなり混乱したよ。こういう影が薄い数十年前の機体だと、関係者はすでに軌跡に入ってることも多く、英語資料だから信頼できるわけではないということを再認識したよ。それに元々の資料も少なくて苦労したよ。オタクくんたちも、ネットで調べるときは検索エンジンを変えるとかの工夫も忘れないでね。なおさっきのセリフを考えている最中、Google の書籍検索でパブリックドメイン化した当時の文献資料が多数発掘された模様。しかも、Google 書籍検索では引っかからない、インターネットアーカイブ所有のパブリックドメイン本に、1986年のアメリカで発行された、世界の傑作機に該当する詳細な本が含まれていたぞ。よし、見なかったことにしよう。次回も何をやるかは特に決まってないけど、もしかしたらまた同じ飛行機ネタをやるかもだよ。いいね。高評価、マイリスト、チャンネル登録してくれると嬉しいな。それじゃまたね。